ーディオン講師ツッツです。皆様よろしくお願いします。最近ねちょっと僕もね忙しくてなかなかね動画のアップが滞ってるんですが、ちょっと思いついちゃいました。ツッツ、僕も簡単に動画アップできて皆さんもすぐできるようなね小ネタをちょっと今後ねやっていこうかなと思いますね。とりあえず本日はこちらやってみたいと思います。なんかわかる？でねつついアウト。そうです、はい、ガキツカのねあの年末で笑ってはいけないってやってると思うんですけれども、あちらのあの笑った時にね鳴るジングル効果音みたいなやつをちょっとアコーディオンで今日は伝授しようかなと思います。でねこれで、ね、超簡単です。はい、それでは行ってみましょう。まずですね、左手ですね、はい、左手、これ、レのね、タイベース、F シャープってやるでしょ、ファのシャープ。F シャープね。レの、Dのタイベースの F シャープ。で、これを人差し指でいきます。F シャープ。で、次、半音下、ピアノやったら半音下ですね。F、ファのシャープ、ファー。それを、で、左手これだけで OK。 ででめっちゃ簡単でしょ。人差し指で F シャープ、薬指で F、 もうこれだけ。これもう多分あの今日はコーディオン持った人でもできるはず。ででー、はい、じゃあ続いて右手いきましょう。まずですね、すいませんね、黒い鍵盤なんですごい見にくい。ラドファ、ラドファ、これ F コードって言います。ラ、親指でラ、で右手が右手の人差し指と、で小指でファ、ラドファ、これ F コードね。ラドファ、下からラドファ、であとこれを半音下にすべて下げるだけ。親指そのシャープ。人差し指、し、み、E コードですね。これ E メジャーコード、F メジャー、E メジャーですね。このこれだけ。でこれ同時にやると、超簡単。F シャープから F でで、右手は F コード、ラドファーからラドファね、ファの下の E コード同時にやると、つついアウト、超簡単でしょ。って言うなら、この薬指使うのが難しいかもですけど、今度はまあ置いときゃいいからね。こっから動くことないから、2つしか使わへんし。で右手はラドファ、ソシャプシミ、ラドファで全部半音したね。の使いの笑った時のね、笑ってしまった時のこの罰ゲームの効果音をお伝えしました。まあ、例えば何やろ、リハーサルとかね、みんなでやってて誰か間違えたら何々アウトとかね、こうアンサンブルで誰か間違うとやっぱりちょっと空気悪くなるけど、これでちょっと場を和ますみたいな。いいと思います。はい、それではまたまたツッツの小ネタ集でお会いしましょう。ありがとうございました。